このツボ。よーりゃ、いいとこに。ダスト？その格好は。これはな、学生服ってんだ。カズマが最近、癒しが必要だとか、美少女ハーレムがとか言いながら作ってると聞いてよ。物珍しいから頼んでみたら、ダチのよしみで俺に売ってくれたんだぜ。そして、学生服の第二ボタン、こいつをくれてやる。ありがとう。受け取ったな。よし、交渉成立だ。今すぐ金を貸してくれ。ちょっと待て。どうして金を貸さないといけないんだ。カズマに聞いたぞ。学生服にはモテモテになる効果があって、さらに第二ボタンを上げた相手は何でも言うことを聞くって。だから金貸して。断る。え？断ると言ったんだ。そもそも第二ボタンにそんな効果はないぞ。嘘？マジで？くそ！結構な金を払って買ったのに、カズマのやつ計りやがったな。なるほどな。事態が読めてきた。今までカズマに金を返さなかったんじゃないか。これがカズマのやり方か。今からカズマをボコって金を取り返す。その格好でその言動、補導されても知らないぞ。このスバ。